ロングビーチ海軍造船所1993年ロングビーチ海軍造船所はカリフォルニア州ロサンゼルスに所在したアメリカ海軍の造船所1997年に閉鎖されたロサンゼルスのサンペドロ地区とロングビーチ市街の間にあるターミナル島に所在しロサンゼルス国際空港港港23マイルの地点にあった ロングビーチ海軍造船所は百十九エーカーの工業地域を含み、総面積は二百十四エーカーであった。百二十の高級施設、三十九の班、高級建築物、六つの仮設建築物、計百六十五の施設を保有していた。十七の異なった工場作業領域と二百四十万フィート2に及ぶ建築用敷地があり、造船所には三基の管道区及び五つの 工業不当が存在した。また、12,307フィートの船舶停泊スペースを持ち、陸上クレーンは25トンから67トン、浮きクレーンは25トンから112トンまでの貨物を取り扱うことができた。第二次世界大戦の間、カドックでは、タンカー、貨物船、輸送船、駆逐艦、巡洋艦といった艦艇の定時修理を呼び、戦闘による、 損傷の修理を行った。1945年8月には雇用する労働者の数が16,091人に達した。1943年2月9日に海軍長官はアメリカ海軍カンドックルーズベルト基地として施設を設立した。1945年11月30日に名称はターミナル島海軍造船所に変更され、 1948年3月には、ロングビーチ海軍造船所へ変更された。ロングビーチ海軍造船所は、すべての通常動力艦艇に対して、後半、ボイラー、偽装及び電子装置、電装、絶縁、被覆、火砲、サンドブラスト、溶接、機械加工、木工、塗装、配管その他の加工を行う設備と能力を備えており、 水上艦に対するオーバーホール及び修理を行った。ロングビーチ海軍造船所は1950年6月1日に不活性状態に置かれた。一月来たらずの後に朝鮮戦争が始まり、造船所は再活性化が1951年1月4日に指示された。ありがとうございます。